競馬場今日のメイン競争スカパー地方競馬難衣賞第44回チャンピオンカップ BG2 内爪7頭しんしんと雪が降っています帯広競馬場ババ水分は 1.4%7 頭のメンバーゲートの中スタートを待ちます 青のブラックダイヤ勝姫インビクタメムロボブサップアーティウィングメジロゴーリキ中前が来た以上7頭青のブラックとダイヤ勝姫とでは重量差1 0 0ありますさあゲートが開きましたダイヤ勝姫上がってきましたうち青のブラックそれからインビクタ第一障害です上って下っていきます 4歳ヒンバダイヤカツヒメ果敢に行きますそしてメムロボブサップ3番インビクター内一番の青のブラック刻みます6番のメ目白合力上がってきました後ろアーティウィング7番の中前が来た7頭一塊1,2障害の中間点です刻みながら進んでいきます6番のメ目白合力先行していきます4番のメムロボブサップも刻みました 真ん中5番のアーティウィングそれから3番のインビクタダイヤカズヒメもう一度刻む各馬さあ、目白ロ力先頭で第2障害手前です前半50秒できました一息入って目白ロ力から動きます5番のアーティウィング各馬のチャレンジ始まりました内からは3番インビクタ さあ6番のメジロゴーリキ3番のインビクタ並んで下って5番のアーティウィング2番のダイヤ勝姫外から中禅が来たそれから4番メモロボブサップうーんと1番の青のブラックは第2障害残っている残り3 0ル3番のインビクタが先頭一馬身のリードじわーっと6番のメジロゴーリキ4歳牝馬ダイヤ勝姫頑張っている4番のメモロボブサップ残り203番のインビクタと 6番の目白合力この2頭どっちだわずかに外か3着に目黒ボブサップ帯広競馬場今日のメイン競争第44回チャンピオンカップ BG2 最後、1番の青のブラックトップハンデゴールを目指しています残りわずか青のブラック入選。